なんと後輩ができました。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の朝霞かりんちゃんです。こんにちは。こんにちは。ダンスですね。そうですよあのちょっとおっぱいが大きいので、これは何か入っていらっしゃるんでしょうか。まあ結構入ってますね。ウレタンですね。ウレタン。はい。なんか虹ヶ崎学園にも CD が出たとか聞いたんですけど、出たの？そうですよ。あのスターライトという。スターライト。うん。なるほど。まあでもそれでもやっぱりアクアの方があの先輩だし、 CD の売り上げも売れてるから。いやいやいや、それなあれですよ。まだまだ私も盛り上がりますからね。盛り上がるって、はい、やっぱり地下の方がアクアの方が一生懸命頑張ってるし、先輩歴も長い。はい、ようやく車番組らしくなってきました。今日もたくさんの、こちらがイタシャコーナーとなってます。今日もたくさんのイタシャが、集まっております。では、車を見てみましょう。行ってきます。はい、では1台目の車のご紹介をしていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。お名前を伺いしてよろしいですか。長野県から来ました、はい、ブラックジャージマンと言います。ブラックジャージマンさん、はい、外国の方ですかね。いや、日本人です。日本の方で、ブラックジャージマンさん、ブラックさんでよろしいですか。はい、はい、じゃあブラックさんに、いろいろ聞いていきたいと思います、はい、ブラックさんのお車はこちらでよろしいですか。あ、こちらです。わー、ブラックだ。ブラックブラックがお好きなんですね。素敵ですね。こちらはあの車のなんか銘柄とか教えていただいていいですか。ですね、三菱のランサーエボリューション10です、ね、ランサーエボリューション10、かっこいいスポーツカーですよね。かっこいいです、ね、わあ、それを、どのようにデコレーションしたんでしょう。まあ中古部品を寄せ集めて、はい、で、あのかっこいいホイール、かっこいいあの車高調、すごい。で、あのかっこいい絵柄、はい、絵柄、この絵柄はちなみにあのなんていうの。はい、クロックアップっていうメーカーが出してる、はい、マゴットベイツっていう、はい、あのやゲームですね。ゲームなんですね、なるほど。このキャラクターは何ていうキャラクターですか。キャルル・ザ・ウィッチって言います。キャルル・ザ・ウィッチさん、かわいい、すごいですね、おしゃれですね。なんか今喋ったよ奇跡だよびっくりびっくり。何をされたんですか今。あのセキュリティで、はい、ロックすると。分かった、気をつけてっていう風になって、でアンロックすると、来てくれてありがとうってなりますね。なるほど。なんか喋る言葉も一つじゃなくて、来てくれてありがとうと、一つ何でしたっけ。なんて言うんだったかな。とにかくびっくりだよ奇跡ですね。ですねありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそ。じゃーん、はい、こちらの車の持ち主さんにインタビューしたいと思います。お名前どうぞ。自分ゼブと申します。ゼブさん、はい、ゼブさんありがとうございます。ちなみに私誰だか分かりますか。すいません、分かりません。申し訳ございません。なんかあのアニメの名前ぐらいは分かりますよね。ラブライブサンシャインピンポーンの分かりません。分からないなんて。モグリね、君の心は輝いてるかい。いや、もうフルボケでますあ、どうも、高見千佳です。ではちょっと車のご紹介に行きたいと思います。こちらの車のは何のキャラクターですか。まず車はホンダのレジェンドクーペと言います、ね、レジェンドクーペで、キャラクターはカードキャプターさくらの、まあ、ヒロインの、木の本さくらと言います。さくらちゃん、わーかわいいですね、すごい。こちらはなんかおいくらぐらいかかったんですか。まあ、絵を描いてもらう代金と、はい、あと車体のステッカー代合わせて60万ぐらいです。60万、はい、すごいですね。やはりそのくらいかかるもんなんですかね。60万あったら
何したいかな。いや、もう一回貼ります。また貼っちゃうんですか、はい、うわもったいない。そうなんですね、はい、ちなみに隣に乗る彼女とかはいるんですか。いや、じゃあ最後にさくらちゃんの決め台詞で終わりたいと思います。せーの、ほえー、はい、またまた素敵な1台を発見しました。こちら、わー綺麗ですね。ありがとうございます、はい、ではあの小田さんにお話を聞いてみたいと思います、はい、お名前をどうぞ。はい、夏目楓と申します。夏目楓さん、はい、よろしくお願いします。ちなみに私誰だか分かりますか。はい、あのもうちかちゃん、ちかちゃん推しなんで。わー奇跡だよ。ありがとうございます。わー、もうガルパンの医者乗ってるけど、はい、あの聞いてるのはアクアです。君の心は輝いてるかい。ありがとうございます。いや、こちらこそ。じゃ あ, あのちょっと車の紹介に行きたいと思います、はい、こちらはあの車の銘柄と、あとはその、はい、なんだろう、キャラクターとか教えていただきたいと思います、はい、まあ、三菱の PK スポーツが、はい、ベースになってまして、はい、まあ、作品名はガールズ&パンツァー、主人公の、はい、西住美穂がモチーフになってます。わー、かわいいですね。中にセーラー服と、はい、あとあのフィギュアの人形もあるんですけど、はい、わ、すごい、いつも乗せてらっしゃるんですか。いつもじゃなくてイベントの時だけですから。なるほど、今日特別にというですね、はい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 、なるほど。あのなんかイタシャのことを、はい、あの俺の嫁って言うって聞いたんですけど、はいはいはい、なんで俺の嫁って言うんですか。いや、もう嫁のように大好きみたいな。まあ、あの実は家族いるんで。あ、家族いるんです。別の本物の嫁も。本物の嫁も5つ、あの、はい、こちらの嫁も5つ、はいはい、いつも一夫多妻制ということで、あの、はい、あの怒られてます。あの、なるほど、自分のこっちの嫁ばっかりにお金かけてて、私には何もかけないんじゃないかっていう。それはちょっと奥さん悲しいですね。なるほど。ちなみにこちら、はい、俺の嫁はおいくらぐらいにかかったんでしょう。これ基本あのちょっと地盤は自分が全部思考とかデザインもやってるんで、値段自体は多分3万とか4万ぐらいしかかかってないです。はい、ちょっと待ってください。先ほどの方60万かかったって言ってたんですけど、3万円はい、それぐらいですね。奇跡だよ。はい、じゃあ最後にやっていただきたいと思います。せーのでお願いします、はいはい、せーの、パンツァー4。特捜記者楽園初等部。次の車はこちらです。わー、すごいですね。またこちらも綺麗なあのデコレーションなされてるんですけども、はい、オーナーさんに話を聞きたいと思います。お名前お願いします。ウッチーと申します。ウッチーさん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。こちらの車はあの何の車ですか。トヨタはチェイサーという。チェイサー、はい、なるほど、はい、キャラクターの作品名は何でしょう。コールギアスの、コウズキカレンという。わー、コウズキカレンちゃん、かわいいですね。
ちなみになんかあのこの車でおすすめしたい部分とか、はい、なんだろう、注目してほしい部分とかありますか？注目してほしい部分、はい、カラーリングですかね、やっぱカラーリング、はい、どういったこだわりがあるんですか？ナスカーって言ってアメリカでやってる車のレースがあるんですけれど、それに出てる車のカラーリング、と同じものを、そうですね、施工してらっしゃるんですか？わあすごい。わあ、ちなみにおいくらぐらいしたんでしょう？ステッカーですか？あ、いや、全部で。全部で、はい、全部ででも70万80万ぐらい。70万じゃない？わあすごい、みんなお金持ち。じゃあうち今日もありがとうございました、はい、では、最後にピースまたまた素敵な車を発見いたしました。オーナーさんに、お話を伺っていこうと思います。こんにちは、はい、こんにちは。お名前お願いします。ゆずると申します。ゆずるさん、はい、ちなみに私は誰か分かりますか？ラブライブの見てない方なんですよね。見てない方、見てない方だってひどい。車の車種名 と、はい、なんだ、作品名をお願いします、はい。車種はマツダのアテンザ、1個前の世代のモデルなんですけども、で買ってるキャラクターはシャクガンのシャナという作品の、はい、シャナというキャラクター、メインのキャラクターです。はい、わー素敵ですね。なんかおすすめしたいポイントとか、ここを見てほしいというところはありますか？おすすめ、そんなに、いやそんなに自慢するようなポイント正直ないそんなことないでしょう。読みですよね。個人的なこだわりとしては、はい、車を始めた時に一番最初に買ったキャラクターなんですね、はいはい、でもう 10年ぐらい車やってるんですけど、なるほど、ね、でちょっとここでまたもう一回やり直そうかなと思って、買って今に至ります。なるほど。何代目ぐらいなんですか？車としては今自分が乗ってるのは5代目ぐらい。5代目、ほど。私としては今2代目、はい、じゃあ2人目の嫁ということで。言い方悪いですね聞こえがよろしくないです。そうですね、そうですねはい、ちなみにおいくらぐらいかかったんでしょう、こちら。ですね、これはですね、デザインとか、はい、あと貼る作業は自分でやってるんで、はい、印刷代だけで大体、ということは3万円ぐらいまたまた来ました。お手頃価格3万円。はい、ではどうもありがとうございました。うい、海ちゃん、ニコちゃん、こんにちは。わあ、2人に会えた、奇跡だよ。ちょっと噂で聞いたんですけど、お二人ご結婚なされたって。そうですね。ちなみになんか慣れ初めとかってどんな感じなんですか？イベントで、はい、合わせをしてから、まあ、ちょっと遊んだりとか、なってっていう感じです、ね。なるほど、はい、いいですね。仲いいですか？はい、順調ですか？なるほど今日はこちらの車、海ちゃん推しでした。まあ、ちょっと反対向いちゃってるんですけど、反対向いちゃって、はい、ちょっとミューズをしていこうかな。いいですね、はい、ミューズ推し。わー素敵です。なんか最近ラブライブの車もちょっと少なくなってきましたよね。今年はちょっと、はい、まあいろいろ作品がバラバラですよね。ですよね、はい、なんかそんな感じですけど、はい、頑張っていきましょうじゃあ最後は宇宙一のアイドルニコちゃんの決めポーズで決めたいと終わりたいと思います。せーの、ニッコニッコニー。ガンガンみかん、ガンガンみかん、ガンガンみかん。はい、今年で3回目となりました特捜記者学園初等部による立川姉ちゃんの取材。今までいろんなアクアのメンバーがやってきましたが、私の地下はどうでしたでしょうか。来年もですね、また、立川アニキャン開催されると思いますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。君の心は輝いて